モテたい理由、男の次男、女の子という本を、割とね、面白かったので読んでいきたいと思います。まあ、女性視点 なので、まあ、男性の方は興味がない方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、モテとは何なのか。今、一大ビジネスとされているモテは、確かに女性の好む価値観ではあるが、物を育んだり、柔らかに包んだりといった女性の美質というよりは、女性の業の部分を取り出して拡大したもののように思う。業というのは、あるのは仕方がないが、それを追求しても幸せになれない質のことだ。次いきます。いつからモテが女性誌全体を席巻する価値観になったのかは謎だ。ある時、あっという間にそうなったが、それも卒業しちゃって今度は愛されであるという。では、モテとは何なのか。まずはこれを押さえておこう。モテとは、関係性、特に異性との関係性において優位に立つことである。惚れた弱みという言葉がある通り、関係性においては、好いた方が立場が弱く、好かれた方が立場が強いとされる。人に好かれること、愛されること。これをキャッチーな言葉で言ったのが、モテであり、それは関係性を有利に乗り切る方策であることから、人間関係、仕事、その他、ほとんど全ての局面に、現在では応用されている。モテとは自分を高いレートで売ることであるから。自分のレートが他者の中で変動するなら、その他者の心理を操作するノウハウがあり、それを使って自分を高く売ることができる。はい。モテ理論というのがあるらしいですね。はい。モテてまあ喜ぶ人もいれば、まあ、持ってるからこそまあね、それがストレスになって苦しむ人もいるってことで、まあいろいろでしょうけれども、うん、まあでもね、まあ結構世の中は持てたいっていう人が多くて、まあそれがそれとね、資本主義この、日本のね、社会の仕組みとかねどう関係するかとか、まあ、割と深めの、ことが学べるんで面白いかと思います。まあ、こんな感じで一緒にさまざまな、ね、文章を楽しんだり、学んでいけたらと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。